札幌の外れにある古い洋館は、長い間誰にも住まわれていなかった。かつては賑やかな社交場だったが、今では見る影もなく、草木が生い茂り、窓はすべて割れていた。町の誰もがその屋敷を避けるようになったのは、不気味な出来事が起こり始めたからだ。ある寒い冬の晩、一人の探検家が屋敷を訪れることを決意した。彼の名は田中翔太。翔太は都市伝説を解き明かすことに情熱を持っており、この屋敷の真実を知りたかったのだ。玄関の扉はギシギシと音を立て、彼を迎え入れた。中に入ると、古びた家具や壁にかけられた絵が、まるでその場で時が止まったかのように残っていた。しかし、その静けさの中には何か不吉な気配が漂っていた。翔太が2階に上がると、突然冷たい風が吹き抜け、廊下に置かれていた古いオルゴールが鳴り出した。彼はその音のする方へと足を進めた。オルゴールは誰かが触れたかのように回っていたが、部屋には誰もいなかった。その時、彼は背後に何かの気配を感じた。振り返ると、そこには目も開けられないほどの暗闇が広がっていた。しかし、その暗闇の中で、赤い瞳が光っていた。それは、まるで彼をじっと見つめているかのようだった。恐怖に駆られた翔太は、急いで屋敷を飛び出した。しかし、外に出てもその赤い瞳の光は彼を追い続けた。振り向けば、その影は少しずつ近づいてくるのが分かった。彼は全力で走り続けたが、その影は決して彼を離そうとはしなかった。翔太が息を切らして走り続ける中、次第に街の明かりが遠のき、彼は再び暗闇の中へと包まれた。道は見えなくなり、足元には気づかないうちに伸びた雑草が絡みついた。それでも、彼は後ろを振り向かずに走り続けた。その時、突然足元の草が消え、彼は足を滑らせて地面に倒れ込んだ。起き上がろうとした時、影がすぐ近くに迫っているのを感じた。赤い瞳が一瞬だけ輝き、その後は闇に溶け込んだ。翔太は必死に立ち上がり、周囲を見渡した。しかし、影の姿は見えず、赤い瞳の光も消えていた。辺りは静寂に包まれ、風の音すら聞こえなかった。その瞬間、背後から冷たい風が吹き抜け、彼の耳元でささやくような声が聞こえた。逃げられると思うな。その声はまるで影そのものがささやいているかのようだった。翔太は再び走り出し、必死に逃げようとしたが、何度も同じ場所に戻ってしまうことに気づいた。まるで迷宮の中をさまよっているかのようだった。心の中で恐怖が膨れ上がり、彼の理性を奪っていった。突然、目の前に古びた祠が現れた。その祠は、まるで彼を待っていたかのように佇んでいた。翔太は祠の中に逃げ込むと、中には一つの古びた鏡が置かれていた。彼が鏡を覗き込むと、そこには彼自身の姿が映っていた。しかし、その背後には再び赤い瞳が輝き、影が忍び寄っていた。翔太は叫び声を上げて鏡を割った。
その瞬間、すべてが静まり返り、彼は祠の外に倒れ込んだ。目を開けると、朝の光が差し込んでおり、影も赤い瞳も消えていた。翔太が目を覚ますと、祠の外に広がる朝の光が暖かく彼を包んでいた。しかし、何かが違った。周囲の風景が完全に変わっていたのだ。かつての祠は消え去り、代わりに見慣れた街並みが広がっていたが、そこには誰一人として人影がなかった。驚きと不安の中、翔太は街の中心部へと歩みを進めた。街灯は点滅し、店の窓はすべて割れていた。まるで街全体が何か不気味な力によって打ち捨てられたかのようだった。突然、背後から足音が聞こえた。振り返ると、一人の少女が立っていた。彼女は純白のドレスを着ており、顔には無表情が張り付いていた。あなたは誰？翔太が声をかけると、少女は静かに微笑み、答えた。私はこの町の守り人。あなたがこの町を元に戻す鍵を持っている。元に戻す？どういうことだ？翔太は混乱した。しかし、少女は続けた。あなたが見た赤い瞳の影は、この町の呪いを解くための試練だった。あなたが鏡を割ったことで、新たな試練が始まる。その言葉を聞いた瞬間、少女の姿は霧のように消え、翔太の目の前には再び祠が現れた。彼は何かに導かれるように祠の中へと足を踏み入れた。中には、再びあの古びた鏡が置かれていた。しかし、今回は鏡の中に何かが映っている。翔太自身ではなく、かつて見たことのない不思議な風景だった。鏡の中には、広大な森と古代の遺跡が映っていた。そして、遺跡の中央には赤い瞳の影が静かに立っていた。彼は理解した。この鏡を通じて、影の謎を解く新たな冒険が始まるのだと。